あ、ワン、ツー。みんな知ってる、みんな聞いてる、そう願ってる、バリエーじゃんラジオ。エレガンスなさあということでよろしくお願いします。タカちゃんありがとう。すごい間違えてくれてありがとう。間違えましたよ。間違えてくれてありがとう。来週だったの ね知らなかった。突然始まりましたけども、これが記念すべき第1回なので、はい、おえこれこれ第1回よ。あ、そうなんだ、うん、第1回ですタカちゃん、はい、第1回でございます。もうぬるっとやりますけどねそうなんだ。そう、佐々木亮のバリエちゃんラジオ RCC ラジオで、はい、させていただいてますが、はい、ちょっとねこう YouTube 佐々木亮くんを始めまして、うん、まあ、やる気質もしっかりともうやってるんですけども、はい、もじもじくんやったりとかもじもじくんやったりとかどうぞ。そう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 。でね、まあ、はい、せっかくなんでこのバリエジャンラジオのオンエアの後に、うん、ちょっとこう話足りなかったことを話そうじゃないかと、うん、であのね川本彩香ちゃんの顔もしっかりとこれで見てもらったし、はい、あラジオだとね、そう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 、そういうことですよ、うんうん、さっきジングルもねバリエージャンラジオのジングル撮ってくれたんだけどそうですね、まあこれはねあの、うん、あっちにいる角ディレクターがですね、うん、なかなか素晴らしいあのあれ言ってくれました、うん、もうすごい趣味がすごい出てるすごいねあんなジングル初めて。二人がその同じ学校出身でしょ、うん、そういう空気あるよね、なんかね空気いいとこの学校。いやいやいや、そんないいとこだって、なぎさ学園でしょ。なぎさ学園名前がもう、だってすごくない。まあね、すごいよね、うん、なんかガラス張りでしょ、僕よりあとのリニューアルされた。そうです、そうです。でも若いでしょ、だって若いよ、まさかね、うんうん、そう。え、さかちゃんどうでした、バリエちゃんラジオ。ラジオ緊張しますよ。緊張します。緊張しますよ。緊張しますよ。もうそりゃ、うん、まあでもその緊張感がさ、逆にこう、うん、バイオリン弾いとる時のスイッチのオンオフがあってすごくいいね、うん、だってやるキストも さっきさ、あのさやかちゃんも言っとったけど、うん、あのやるキストさんってステージの上でしか見てないからこんなにおとなしい方なんですねって言っとったもんね。言われた、ね、まあ、ミルキーはでもなんとなくイメージつくくない。あ、そうですか、うん、カニトンよ、どっちかっていうと。あ、確かに。ずっとこうやってるのかと思ってた常にこのプライベートでも歩きながら。それちょっとやばいね。ちょっとやばいけど、カニトンだったらもうなくはないね。なくはないか、ね、なくはないわ。そう、そうね。まあでもあの1回目なので、うん、一応これね記念すべき回ですよ。そうですね。なんかね、どういう風になるかわからんんだけど、うんうん、そもそもこれがちゃんと編集できてるかどうかもわからんし、うん、皆さんがどれだけの方が見られるかわかりませんけども、まあ、やるキストとね、はい、オンエアの時にも言ったけども、やっぱこうやるキストと曲は作ってきましたと。これからも作りたいなって思いながら、でもやっぱさやかちゃんと今回新しいアルバムで、うん、I'm Good で共演させていただいて、うん、ここももう完結してますと、うん、じゃあここがやってほしいなって。あ、いいですね。そう思った時に、うん、いや俺もやっぱやりたいなってなって結果みんなでやろうと。そう、みんなでね。そう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 、まあこれちょっとあの話がごちゃごちゃになってしまうけど、うん、まあ、実はちょっとなんかねプロモーションビデオとかもできたらいいなっていうのを。あ、いいよね。多分この次のバリラジのアフタートークで流すことになると思うんですけども、うん、もう時間軸がおかしくなっていてすごい。そう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 、多分1回目と2回目見とる人はははははってなるからね。そうね。そう、まあでもね、さやかちゃんこれから絶対火がつくタイプなので。え、活動自体はいつぐらいから。学校卒業してからまだ2年前。じゃあ2年、じゃあ今3年目を迎えてるんだ。はい、はい、うおー、じゃあまだね知らなかったけどめっちゃいい人いるじゃんって。絶対なる絶対いるよね。絶対なる、絶対なるようにしてあげたいし。さやかちゃん何かこうあるメッセージがもしあれば。確かに、私りょうさんにバイオリン弾いてほしいんですけど。あ、いやいやいや、いいじゃん。せっかくだし、こんな、ね、これだって車が買えるんでしょ。そうですね。やばくない？すごいよね。乗ってみる？いやいや乗れない。一人乗り。え、どうやって持つの？バイラこっちこっちこっちの、こう、そうそうそう、
この葉っぱが顎を当てるとこなんですけど、はい、座ります。これ葉っぱなの？でこれを持ち、キツネさんして、キツネさん、こう、こう、こう持ってる、これはあの置きますよ、棒に。あ、こう、で、ここの間を引かなきゃいけない。ここの間っていうのは、こう、こう、え、面白いですか、これ。バイオリン講座知らない。こう、あ、ここ、ここね、そうおお。おね、乗ってる曲なったよ。なーなー難しい。あは工事中みたいな。もう笑われたらなんかもう悔しいわ。ちょっとやってみて。いやもうこれで、これでもう最後にしよう。このコーナーも終わるけ、うん、似合う。もう顔こう、そうそうそう。で、どこ持つのこれは。あ、これがこれはこっち押さえるんですよ。あ、こうやって、そうそう。で、これがキツネさん、キツネさんを押して、そうですそうです。あ、そうですそうですそう。ここ、あ、ここ、ここです。そうです。あ、なんかちょっと、あ、なんかちょっといい、あ、いい、あ、いい、いい、いい。ミルキーかっこいいよ、おかみだ、なんかかっこいい、かっこいい。すごい、すごい。おー、すごい。俺にはなかった。じゃあちょっと最後にさ、最後ちょっともう一回弾いてみてもらおう。え、声が、もうこれを弾いてみて改めて思ったもん、めちゃくちゃむずいね、うん、むずい。そう、20年やってますからね、私は。でも20年そうですね、すごいね。はい、何やる、何やる、何弾いてくれる、何がいいですか。じゃあ何でも、何でもいい、カメラに向かって。みんなが知ってるやつがいいね。じゃあ、はい、みんなが知ってる。途中でちょっとアドリブというかこう、ね、もうオリジナルが入ってきたようなスライドみたいなの入ってた。いや、すごいね、すごい。やっぱりね、プロだわ、かっこいいもん、うん、いやいやいや、かっこいいわ。ありがとうございます。すげー、ね、要チェック、要チェックよ。川本さんから要チェック、要チェックということで終わると思いますけど、はい、ありがとうございます。次回ありますように。次回。さあ、ということで第1回目の記念すべきバリラジアフター、いかがだったでしょうか。ご視聴いただいた皆様本当にありがとうございました。こんな感じでですね、 RCC ラジオ佐々木亮のバリエジャンラジオ放送終了後に番組内では語れなかったことだったり、語り忘れていたことだったりとか、あとはゲストさんのご尊顔でありどんな雰囲気なんだろうっていうものを、動画を通して皆さんにお届けできたらなと思います。ただね、今日やってみるとちょっと思ったんですけど、10分ぐらいの動画を作るとなると、僕はあの動画のクリエイターとしてはまだまだヘッポコなので、やっぱりこうテロップを打つのがね、とても大変なんです。まあ、大変というか、まあ、あえてこういう言い方をすればすごくめんどくさいです。なのでちょっとうまいことやりながら、でもそれでも皆さんに楽しんでいただけるように努力はしますけども、まあ、そのためには、皆さんがチャンネル登録をしていただいたり、あとはグッド評価をしていただければすごくすごくすごく励みになるので、ぜひともそのあたりのご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。そしてですね、やっぱりこのバリエジャンラジオ、皆さん参加していただきたいので、バリエジャンラジオでは常日頃24時間365日皆様からの、お便りだったり曲リクエスト、もう何でもいいです。もうバリエ出来事、バリ危ない、バリアダルトな出来事、何でもいいです。もうとにかく、皆さんからのいろんな、お便りを募集しておりますので、ぜひとも送っていただけたらなと思います。送り先は music@rcc.net music@rcc.net、 詳細は動画の概要欄に書いておりますので、ぜひともそちらをご確認ください。ということで、次の動画まで皆さん、お互い、僕もですけども、バリエ時間をお過ごしください。ほいじゃねー。